マンチェスターユナイテッドの女子チームで活躍する日本代表の宮澤ひなたが足首骨折の重傷から約4ヶ月ぶりに復帰できる見込みである。昨年12月の負傷から来週末のエバートン戦で再びピッチに立つことが期待されている。マンチェスター U のマルクス・キナー監督は宮澤の復帰を本当にポジティブと述べ、同じく復帰するリア・ガルトンと共にチームの主力として活躍を望んでいる。宮澤は昨夏の女子ワールドカップで得点王に輝くなど大活躍を見せていたが、長期間の離脱を経てついに競技復帰の目途が立った。今後の活躍が期待される選手の復帰にチームも大きな期待を寄せている。